色鉛筆で描く雨だれ第4弾です。八つ切り画用紙の4分の1サイズの紙とコピー用紙を用意します。コピー用紙を半分に折って大きな雨だれを描き、それを切り取ります。紙を開いて薄い色の色鉛筆で形を取ります。ステンシルとなっていますが、ここでは型紙として使うだけです。この形を取った中に青系の色でどんどん丸を描いていきます。大きい丸、小さい丸、はみ出さないように配置を考えながら描いていきます。丸が描けたらどんどん色を足していって、空いているところには小さな丸を埋めます。丸の中には違う色でさらに丸を描いていきます。丸だけではなく渦巻きや線の模様なども付け加えてみましょう。ここでは丸を描いていますが、雨粒でも三角でも四角でもアイデア次第で好きな模様を描いてください。面白い雨粒になると思います。型紙や色、塗り方を変えると違った感じの雨だれができます。動画はその1からその4まで用意しています。どうぞご覧ください。